こんにちは、宮下です。こちらはおなじみのオークリーの田中さんです。こんにちは。こんにちは。田中さん、はい、あの九州切りバックティーガーでやってくれと、はい、おっしゃられたじゃないですか、はい、無謀な挑戦を、はい、一応挑戦してきた動画は撮ってきたのでご覧になってください。はい、で挑戦はしてきたんであまり期待しないで、はい、ご覧になってください。はい、じゃあもう動画見ましょう。はい、はい、オーバー。はい。あ、おい。はい、皆さんこんばんは。宮下です。バックティーから90ギリをしてオークリーカップに出よう企画やってきました。挑戦します。ここは石原ゴルフコース柿の木台コースです。夏はナイターをやっており非常に涼しくて良いコースです。今日は僕はここのバックティーから90キロ目指して頑張っていきます。さあ、ここはもう11番ホールです。10番ホール終わりました。11番ホールパー5から撮影していこうと思います。はい、旗に向かっていきます。パターは分かんない。両入ると思って入れる。
バウンドで打てるんですけど、距離的には打てるんですけど、木が邪魔して打てないので6番で。はい、最終9番ホールにやってきました。ここまでスコアは39です。足すと81なので、あと9打叩くことができます。頑張って90を切りたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。最後は気持ちよく振りたい。無理だよこんなの。よっしゃ、ナイスボギー、ナイスボギー、ありがとうございます。ということで田中さん、無事に90、あれ90切りました。4回目でしたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。これで僕はオグリカップ出てもいいですか？もちろんです。ありがとうございます。頑張ります。で、当日なんですけど、はい、どういった感じでやっていけばいいですかね？普通に回っただけですか？はい、もうさっきの4回目みたいな感じでやっていただければ、はい、なんかペアリングとかっても決まったりしてるんですか？組み合わせとか。はい、天竺ネズミの瀬下さんってご存知ですか？はい、有名な人ですよね。はい、でかなりゴルフを上手で、今回 BSTBS のガチゴルフさんという番組で、はい、優勝を目指して頑張ってるんです、実は。はい、優勝？はい、優勝を目指して頑張っているので。その人ともあるんです。ライバルなんですよ。ライバルって僕は出ればいいってちょっと違いますね。あ、そうですね。はい、あれ違った。ここ目指してる人とこの辺でいいっていう人とはちょっと違いますね。セッシャさん、はいはい、と、あと、はい、チームオークリーっていうメンバーがいるんですけど。チームオークリー、はい、真のアスリートゴルファーを追求する8人の精鋭、はい、強そう。そうです、皆さん結構上手な方が勢ぞろいしていて、はい、なんかほとんど一般公募から応募してきてくれた方がほとんどで、皆さん今練習頑張ってます。このチームオークリーのガチな人たちと回る。はい、はい、この中からちょっと1人、あとはプロの方。はい、素晴らしい。はい、プロの、4人で回っていただきます。あ、わかりました、はい、じゃあちょっと足引っ張らないように頑張ります。はい、頑張ってください。8月27なんですけど、はい、100くらい叩く人も来ますよね。もう1回やられてますよね。はい、はい、そうです。7月にあったんですけど、予選が100超えてしまう方もいらっしゃいます。大丈夫です、はい、じゃあまだ受付応募してますし、はい、1回競技やってみるかっていう感じで応募して大丈夫ですよね。そうですね、なんかこうちょっとどうしようかなって悩んでたけど、やっぱやってみようってなった方は、はい、あと数名であればまだエントリー可能です。多分僕当日100ちょうどくらいですから、皆さん安心してきてください。はい、そうなんです。もしスコアがちょっと悪くても、うん、あ、これね、はい、当日会場に秋冬の新製品をちょっと並べさせていただいて、うん、自分の好きなコーディネートで来ていただくんですね、はい、でそうするとプロのカメラマンにこういうふうに写真を撮ってもらえて、さらにオークリー賞
この中から選ばれると、この自分の選んだコーディネートをがプレゼントしてもらういいです、ね、っていう企画を同時進行でやっているので、オープリさんの結構いいですね、はい、着てみると、ね、動きやすいんですよ、はい、なんか見た目ではわからないじゃないですか、はい、こうやってなのでそれを体感していただくためにもいいですし、なんかせっかくだからこうプロのカメラマンに撮ってもらうのがなかなかないので、うん、かっこよく撮ってもらって、あのご家族とかに、はい、見てもらえたらいいかなと思ってます。もうこれもやりますじゃあ、はい、わかりました。じゃあ頑張りますんで、はい、西出身長よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、YouTube のこれ小さくなってこれ小さくなってYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。